こんにちは、ラムダです。朝起きるのって大変ですよね。これから呼び込み君を改造して絶対に起きられる目覚まし時計を作ってみようと思います。携帯電話のアラームや安価な目覚まし時計ではアラーム音に耐性がついてしまうと無視して寝てしまうという方も多いと思います。大出力のスピーカーといえば皆さんおなじみの呼び込み君がありますよね。名前は聞いたことなくてもこの音楽は多くの方が一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。スーパーの店頭で販売促進のために使われるのですが、さすがプロ用機材なので改めて自宅で聞くとかなり大きい音です。これが BGM のボリュームつまみですが、最大まで上げていくと半端ない音の大きさです。これは2万円の価格にも納得の性能です。この爆音を枕元で鳴らせばまあ間違いなく起きられるでしょう。他の目覚まし時計とは一線を画する超大出力で解決しようと思います。それでは改造していきます。分解してみると回路はこんな感じです。以前ギターアンプに改造したことがあって、その時施した改造の跡が残っていますが気にしないでください。呼び込み君にはスライドスイッチがあって、これを開通させると BGM が再生されるようになっています。これを時間になったら自動で行わせたいわけですね。スイッチ裏の回路はこんな感じになっていて、それぞれどこにつながるのかを調べていきます。チャンネル1の時、この間の抵抗が0オームなのでここがつながっていて、チャンネル2の時はこの間がつながっていることが分かりました。こんな感じで回路をつなげてやると BGM を再生することができます。時間になったら回路をつなげたいという需要はよくあるので、このようなデジタルタイマースイッチという部品が売られています。この部品を使うには 12V の電源が必要なようですが、呼び込み君の内部を見てみると、幸運なことにちょうど交流 12V の電源が使われています。触れてみると、あーというのは嘘ですが、交流ですので直流の 12V とは違い、プラス 12V からマイナス 12V を行ったり来たりしていて、最大で 34V 程度の開きがあります。濡れた手で触るとビリビリくるかもしれないので慎重に扱いましょう。ここから電源をこっそり拝借しようと思います。そんなことしていいのかということですが、呼び込み君にはやけに立派なトランスがついてますので、電源には余裕があって文句を言われることもないでしょう。ジャンパ線を漏接していきます。ハンダ付けが下手すぎて心が折れました。僕これでも電子工学科を出ているんですよね。気を取り直してスイッチ側を漏接していきます。なんすかこれ、芸術的ですね。いい感じの隙間があるので腕から線を出してやって、こんな感じでタイマースイッチに結線すると、BGM のオンオフをコントロールできました。あとは時刻を設定して自動モードに切り替えると、時間になると自動で BGM を再生することができました。タイマーを邪魔にならないところに取り付けて、手をつけたら超大出力目覚まし時計の完成です。音量を最大にして起床時間をセットしたら実際に使ってみましょう。これは半端ないパワーです。耳が壊れるかと思いました。さすがにこれで起きれない人はいないでしょう。携帯電話のアラームと音圧を比べてみると20デシベル以上違います。デシベルという単位は60の比なので、実に10倍音圧が違うことがわかります。とんでもない目覚まし時計を作ることに成功しました。皆さんもぜひ作ってみてください。他にも呼び込み君を改造した動画を上げていますので、よかったらチェックしてみてください。ご視聴ありがとうございました。